おととし3月、名古屋の入管施設でウィシュマ・サンダマリさん当時33歳が死亡したのは、入管が必要な医療を提供しなかったのが原因だとして、遺族が国におよそ1億5600万円の損害賠償を求めています。昨日の裁判ではウィシュマさんの妹ワヨミさんが国が証拠として提出した5時間分の監視カメラの映像のほか、残りの290時間分の映像も提出するよう求めました。弁護団によりますと、裁判後に行われた非公開の協議で、来月21日に監視カメラの映像を法廷内の大型モニターで映し出すことが決まりました。公開する内容については来月上旬に改めて協議して決めるとしています。